公益財団法人日本海事科学振興財団は、海洋に関する科学知識の普及啓発を目指して、船の科学館の運営や初代南極観測船、宗谷の公開などを行っている日本の公益財団法人。1967年4月1日に、財団法人日本船舶振興会の社会貢献事業の一環である海事博物館、 建設計画のために運営団体として設立された。1974年7月20日の海の記念日に、船の科学館として開館して、以来運営を担ってきたが、2011年以降は、施設の老朽化を理由に、本館展示を休止し、現在は別館及び屋外展示と南極観測船、宗谷の保存を行うのみである。海洋に関する科学知識について、 一般国民特に青少年に大使その普及啓発を図り、もって海洋文化の発展に寄与することを目的に、海洋に関する科学知識の普及啓発事業海洋に関する博物館事業その他この法人の目的達成に必要な事業を事業として行っている。具体的には船の科学館の運営を中心として南極観測船、宗谷や生館連絡船、 洋邸丸の保存展示を行った。また、新宿区百人町に、船の科学館付属研修施設として、東京海洋会館を設置し、後に、ホテル海洋としての経営も行っていた。しかし現在では、洋邸丸は解体され、ホテル海洋も2005年にリップラスロードに売却されて、運営権が移動した。3名以上10名以内の表議員及び、理事、 二名以内の幹事を役員としておき、理事のうち一名を、理事長、一名を常務理事として、法律上の代表者に定めている。日本海事科学振興財団根本団体情報。根本フィールズ、2020年7月15日閲覧。AB、船の科学館公式サイト。船の科学館公式サイト。2020年7月15日閲覧。 船の科学館本館展示の休止について、船の科学館、ミュージアム・オブ・マリタイム・サイエンス。web.archive.org、2020年7月15日、閲覧。公益財団法人日本海事科学振興財団、定館、第2章より、旧、ホテル海洋、ホテル海洋。東京都23区のホテル旅館。2020年7月15日、閲覧。 公益財団法人日本海事科学振興財団、定官より、ありがとうございます。